ボンジョルノトゥッティ、コメスターテ、イタリア式ボイストレーニング、今日も始めていこう。やー、はい、今日のお題は、ドゥドゥン、初音ミクの消失。ボカロです。はい、今日はちょっとね、ボカロのね、曲の歌い方について解説してみたいと思います。いやボカロの曲って皆さん歌ったことあります？ちょっとあると思うんですけど、僕はないです。聞いたこともないです。見たこともないんだけども、ボカロっていうのはなんだ、コンピューターのそのコンピューターソフトなんですね、きっと。で、初音ミクの消失っていう曲をやるんですけども、どうもボーカロイドの曲っていうのは、コンピューターだけに人間ではこう難しいような確実な音の、正確な音程とか、あとはすごく速い大量の歌詞をこう、使うような曲が多いらしいです。ということでね、初音ミクの消失、すごくかっこいい曲でした。かっこいいな、作った人すごい、すごい時代になったんだなと思います。じゃあどうやって歌えばいいのかということでね、歌い方解説始めていこう。いや、3回4回ちょっと聞いてみました、僕も。で、全体としてこれ歌い方はね、まず難易度はね、やっぱ高いと思います。S 級でしょうね。 S 級というか、なんかちょっと難易度っていう、歌い方の難易度っていうのとちょっと別枠ですね、これは。なぜかって、やっぱコンピューターの曲だから、これだけの早口をね、できるかできないかはもう訓練でもちろんできるようになると思いますが、でどうなのっていう気はします。ただすごくいい訓練にはなるなと思います。それは滑舌、この曲の場合はですね、ただ滑舌がじゃあできればもう全部できるのかって、そうでもなく、最高音がこれソのシャープですね。ドレミファソラシド、ドレミファソ、ソのシャープ、正確にはラのフラットですけど、この場合はそういう調なのでラのフラットまで、声を出す、ここ裏声でいいんですけど、で、基本となってるのがこの曲の中の全体のベースの音はここですね、ソのシャープです。やはりレミファソソのシャープ、ここのところがメインの曲なので、平均的な日本人女性の体格であれば、比較的声は出しやすいのかなと思います。あとは歌い方の癖も全くありません。正確にピタピタっと音を出していくっていうことなんで、その辺の難易度は別にそれほど高いんじゃないと思いますが、なんといってもやっぱ早口ですね。はい、ここです。はい、鼻血が出そうですね。これなんですけど、あと舌噛んで死にそうですね。死ねそう。死ぬな。これどうやったらいいのかっていうと、まず最初にスピードを落としましょう。これ250っていうスピードなんで、250だとね、250、つか250がマックスなの？マックスですよ、マックス。250マックスね。4分の4拍子の250でこれですね。タン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 
ボーカロイ。これならできるよね。完全にお経でしたね、今ね。うん。お経を唱えた感じしました。ナムさん。どうするこれ。で、今のなら多分できますよね。余裕じゃなかったですか。うん。実は僕やってみたんですけど、余裕でした。あの、250でも。もともと自分の場合はまあ、ナレーターとか声優もやってたんで、全然余裕でしたけど、僕はマリソンして気づく所詮人の真似事で知ってもらう歌や続く止まらない命ボーカロイド、たとえそれが既存曲をなぞるおもちゃならそれもいいと決意の言う決意、イスラミやビッチリをこぼすだけどそれもなくし気づく人格する歌に頼り、余裕っすね。125ぐらいでやった方が下噛んで死ななくて済むかなと思います。僕は生まれそして気づく所詮人の真似事だと知ってなおも歌い続くとあの命ボーカロイド、これは余裕でしょ。うんうん、今のでまずは慣れる感じがいいかなと思います。あとこれをね、今みたいにこう読む、僕は生まれそして気づく所詮人の真似事だと知ってなおも歌い続くっていう風にこう読んでもいいんですけど、この曲の歌い方としてはそれだけやればいいと思います。あのひたすらこれを連呼してれば多分10回ぐらい読めばできるんじゃないかなと思うんですけど、どんな曲でもよりうまくね歌いたいなと思う方は根本的な滑舌のトレーニングなんかをちょっとやってみたら面白いんじゃないかなと思います。根本的な滑舌のトレーニングって一体なんだ、なんか難しいやつか。簡単です。あいうえおです。はい、簡単でしょ。あいうえおで、あいうえおって言いますけど、あれって僕たちが考えてるような、なんだろうな、こう普通に考えてるあいうえおと滑舌用のあいうえおってちょっと違うんですよ。え、何が違うのってなると口の開け方です。これ毎回ちょっとお話しすることあるんですけど、それはあを指が縦に2本入るくらい開けます。あでね、先日やったあの夜遊びさんの夜にかけるっていう曲の時にもお伝えしたんですけど、あれもボーカロイドメインで確か作られた曲らしいんですね。なのであっていう口のあをすごく開けるのが基本なんです。で、滑舌よくトレーニングしようと思ったらですね、あいうえお、あえいうえおあお、おあいうえ、これなんかすごくいいですね。え、ちょっと待ってください。なんだなんだと。滑舌よくするんだったら、あいうえおだけでいいんですか、さしすせそとか、たちつてととかいらないんですか、赤巻き髪、黄巻き髪、みたいなのは、っていう話あると思うんですけど、それは後です。まず最初に徹底的に、あいうえおをやってください。なぜかというと、かきくけことかさしせそっていうのは、赤さたの浜やらはすべて、あができてこそ意味があるものなんですよ。なんでかって、かーきーくーっていうのは、かーってあに聞こえますよね。その通り、最初の音だけが子音だっただけで、全部、発音した瞬間、発生した瞬間に、あいうえおになるんですよ。なーあですね。あーそうだな。よーってこれ、おですね。なので、あいうえおの発音がしっかりできていないと、むしろ子音をどんだけやっても意味がないのですよ。これは英語でもイタリア語でもフランス語でもイラン語でも同じでした。なので、あいうえおをね、とにかくやってください。あいうえお、あいうえおはお、おあいうえ。なんですけどね。これって、毎回思うんですけど、このあいうえおをやるとですよ、ほとんどの人はこうなってます。今ね、見てもらったら、あいうえお、あいうえおってかなり僕は今口を開けてやってますが、今やってもらうとですね、きっとおいうえお、おいうえおぐらいでやっちゃってると思うんですよ。なのでこういう感じでカメラですね、僕の場合はまあ、これ iPhone の iPad のカメラでやってますけど、女性だったら皆さんハンドミラー持ってると思うんで、部屋にあるスタンドミラーでもいいんですよ。鏡を見ながらやってください。鏡を見ながら、あいう、え、お、あ、え、い、う、え、お、あ、お。ってね。で、特に、あいう、うえ、お以上に、あ、え、い、う、え、お、あ、お。の方が効果が高いです。なぜかというと、あいう、え、おっていうよりは、基本的にその、なんですかね、世界的に見て母音の発音の順番って、あ、え、い、お、うなんですよ。なので、あ、え、い、お、う。というふうに。滑らかに口を動かしてみてください。このトレーニングをするだけでどの曲を歌っても結構滑舌よくなってるはずですよ。特にボカロを歌われる方は絶対これやってください、はい、で、あいうえお、あいうえおあお、おあいうえ、これができるようになったらですよ、
次はかきくけことかになってくるんですけど、これも同じです。かきくけこ、かけきくけこかここかきくけ、さしすせそ、させしすせそさそそさしすせ、たちつてと、たてちつてとたととたちつてというふうに同じ順番で、あかさたなはまやらはとやっていきます。続いて今度はがぎぐげごというふうに濁音ですね。これがげぎぐげごがご、ごがぎぐげ、ざじずぜぞというふうになっていって、今度はきゃききゅけきょとかぱぴぷぺぽとかそういうふうな、あ、よ音とかね、そういうのに入っていきます。それをやっていただいた上でこの、ボカロのね曲を歌ってもらえば、あ、絶対発音が上手くなってますよ。なんで滑舌が良くなったらその分上手く聞こえるはずですから、あ、歌い方上手だなっていう風に聞いてる人からはなるはずです。はい。でさらに上級編もありますが、それはまあちょっとやめときましょう。そこまでやんなくても大丈夫と思います。赤里の浜やらはね、あいうえを特にやってください。はい。ということで特に歌い方に関しての解説は主にそこですね。早口の場面というのが半分以上ですから、そこをしっかりやってくれればいいと思います。はい。ということで今日は、ボカロ初音ミクの消失の解説でした。役に立ったのためになったので方はぜひ高評価、いいね、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もしてくださいね。チャオ、アルベデルチ。